閻魔トラベルへようこそということで、今回は産品神社っていうところに来てます。近くにね、札所がありまして、で札所のとここのなんか名前があったんで、ちょっと気になって来てみたんですが、御祭神がね、大名虫、まあ出雲大社に祀られてる大国主と、豊受狼だから、伊勢の下宮にお祭りされている神様がいらっしゃるっていう、みたいな。で、意外と土平日の割には人がいて、なんか賑わってるなっていう印象があります。よいしょ。有形文化祭。と、まっすぐ行くと本殿。右が塩釜神社。抹茶、産品神社の抹茶みたいですね、右行くと。まあ僕はこっちに用事があるんで。いや、なんか普段ね、そのお寺と並んで神社書いてあってもそんなに気にはならんのやけど、なんかピピってグーグルで見たらレビューも多かったし、ちょっと気になって来てみたっていうところでね。はあ、おつ、あ、立派、立派ですね。うん、すげく立派。で、こっちが抹茶。あと裏になんか塩釜神社ってなんかあんのかな。塩釜の、なんなんだろう。ちょっと後から調べてみよう。あー、すげえ。でも空気はすげえ澄んでる。で、これが産品神社本殿の、あ、そう、気になったのがあったんですよ。なんかその昔の祭事場があるみたいに書いてあって、あれだ、あった、見っけた。これもそうだけど、あ、すごいね、こっちだ、これだ。危ない、やべ、存在忘れて本殿だけ見て帰るの。そう、この巨岩は古代祭事の遺跡であるっていう。宮坂は鎌倉と呼ばれ、古代より信仰の対象にしながら、これに対してこれだ、侵入成功。こういうの見るとね、日本三奇っていう日本にある3つの奇跡があって、それの浮石っていうのがあるんですよ。それを思い出すね。まあ、それももしよかったらね、見てほしいかも。生石神社って書いて、ちょっと読み方忘れちゃったんだけど、生石ではないっていうところで、へえ、これだね。あ、すげえ立派。本殿の真裏にある。ということでね、こんな感じで気になったところいろいろと言ってますんで、興味があればぜひぜひチャンネル登録して見てみてください。そしてね、応援クリック、グッドボタンとかコメントの方もお待ちしております。ということでね、またまた。